北斎が何したって言うんだよ。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。今日の新情報は3つです。これは北斎ヒュー、北斎の2番備えがお披露目となる。サブウェポンのジャンプビーコンとスペシャルウェポンのアメフラシでチーム全体をバックアップして前線をキープしよう。少し気が早いが、お正月に備えて書き初めの練習をしておこう。お正月に関しては早すぎですし、北斎使いの皆さんはどうですか、このサブスペ。食ワンダーから解放されたと思ったらこの仕打ち。ここまで来たら食ワンダーの強化を待つしかないですね。無印は9番ボム食ワンダーと攻撃寄り、北斎ヒューはジャンプビーコンアメフラシでサポート寄りですので、うまく差別化はできています。今後のバランス調整に期待しましょう。続いてこちら。これはソイチューバーカスタム。ソイチューバーを色違いの純正パーツでカスタムしたモデルだ。サブエポンの炭酸ボムでインクの道を作り、長いチャージキープを生かそう。あえて相手に近づき、スペシャルウェポンのウルトラハンコで一掃する戦法も使えるぞ。絶対に無印の方が強いと思います。無印がトーピード、マルチミサイルとあまりにも強いサブスペでしたので、それに勝ること自体がそもそも難しかったんですが、まさかハンコがつくとは思わなかったですね。ただハンコは強化されてから楽しいスペシャルにはなったと思いますので、炭酸も弱くないですし、ソイチューバー使いの方には嬉しいマイナーチェンジかもしれません。ラストはこちら。イベントマッチ食ワンダー祭りの日程が決まりました。8月29日火曜日から8月30日水曜日の間に開催されますので、お時間合う方はぜひ。ルールはガチエリアでして、使える武器がカーボンローラー、ノバブラスター、バケットスロッシャーデコ、北斎、クワッドホッパーホワイト、ジムワイパーと、かなり癖が強いです。おそらく8割クワッドとジムワイパーだと思いますので、覚悟の上でご参加ください。というわけでいかがでしたでしょうか。北斎はロボットボムだと思っていたんですが、まさかのビーコンでしたね。それでも微妙な立ち位置ですが、バランス調整で食ワンダーがめちゃめちゃ強くなれば北斎はまだ輝けると思いますが、ジムワイパーも同時に強くなってしまうので、そこが難しいところですね。運営には頑張ってほしいです。また新情報をまとめていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録して楽しみにお待ちください。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモウ、それではまた、アディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで。